およそ30分間懇談しました。岸田総理大臣は訪問先のニューヨークで韓国のユン・ソンニョル大統領と懇談し、いわゆる元徴用工問題などを念頭に懸案を解決し、日韓関係を健全な関係に戻す必要性を共有したということです。両首脳は日韓関係を未来志向で発展させていくことや、首脳間の意思疎通を継続していくことで一致しました。